もう何回も来てるのでね、まあ、僕らはいちいち説明するのがもうめんどくさくなってきた、はい、まあでも僕ら見てるからね、そうなんです、皆さん聞いてる方には、今日もこれだって動画撮ってんでしょ、後で見れるのかな、多分インタ FM の YouTube チャンネルに、はい、登録していただければいただければね、あの前回のもちゃんと上がってますんで、上がってます、ベトナムでもすごい人気でした、はい、インタ FM のヘビロテで見てる方がいっぱいいて、あれその時いつだっけ、僕ら4月ぐらいですかねにアップしたっけ、あ僕らが登録いただいて、あの作ってあげました、あ、あげた、ケンタ林チャンネルから上がってます、あ、そういうこと、なるほどなるほど、はい、まあ、今回はあのインターFM897 の、はい、YouTube にも、はい、アップするということで、嬉しいです、当たり前じゃないですか、はい、もう、まあ、そこにはジョーさんのなんかトークもあるんだけどジョーさんが偉そうに喋ってるやつもあるんだけどさ、そこにいるあのメガネの人がいけないんですよ、あの人が、あの人のカメラアングルが悪いけない、だってこれちゃんとほらケンタの方は上から撮ってるから偉そうに見えないでしょ、僕の時だけカメラを下から撮るんですよ、だからすごいオラオラっぽく写ってるらしくて、でも本人もオラオラっぽく喋ってますから、いやいや、はい、さっきも久しぶりに会った人から、9月20日ニューアルバムがリリース、はい、ケンタ林、もう一曲いきましょう、イエイ、ライブ、はい、せっかくなんで、はい、続けて50キロ持ってきていただいたんで、そうですね、ちょっと待ってくださいね、 CM 行ってからってことですね、 CM があと2分ぐらいで入っちゃうので、うんうん、CM を開けてから、うん、ライブ演奏を、はい、行きたいと思いますけど、そんな健太林が、うん、いや久しぶりに、この間いつ来たんだっけ、今年4月、この間そのビデオ見返した4月ぐらい、ね、4月ぐらいでしたっけ、4月以来に、はい、まあ年に2、3回は来るということで、まあ春と秋は東京日本にやってくるってことですよね、そうですね、はい、季節のいい時だけやってくると、いい時だけやってきますね、で夏はまたヨーロッパに行き、冬になったらオーストラリアに行くというね、でも今後1年間はまあアメリカ行きたいなっていうふうに、まあ、夏また行きたいなと思ってますね、それは夏のフェスティバルに合わせていこうかなっていう感じ、バーニングマン、あーバーニングマン、バーニングマンは行きたいし演奏もしたいっていう、ケンタ合うよね、間違いなくね、行ったことないんで、バーニングマンどこでやってんだっけ、あれネバダとか、アリゾナ、ネバダだ、まあ砂漠の方ですよ、でやってるんですよね、まあ、うん、世界中でいろいろなフェスティバルがありますけども、あるわけですけどね、どういくつも出てここは良かったっ、今回のヨーロッパだったらやっぱハンガリーの大空、ハンガリー大空フェスティバル、大空フェスティバル、そんなのがある、それはどんなフェスティバル、サイトランスですね、でどういうことそれ、サイケデイクトランスミュージック、なるほど、いまだにそういうのやってるんだ、やってますね、ハンガリーとか、うん、へー、まあでもサイケデリック今ここのとこずっとブームだもんね、来てますよね、来てるもんね、そうなんですか、そうでございますよ、はあ、やっぱみんな開かれたいんですね、そうみんな歩く闇だからさサイケデリックで救われたいと思ってるところだと思いますよ、行きましょう、そういう時代なの今は、そうだと思いますよ、そうなんですか、うん、一番ギャラが良かったらどこですか、一番ギャラ良かったってことですか、このヨーロッパツアー、いやもう今までのそのフェスでいうとここは相場が高いってあるの、やっぱりオーストラリアのウッドフォードでしたね、あ言っちゃっていいのまあ言っちゃったんでね、言っちゃったんでもしょうがないですけどウッドフォードフォークフェス、まあ、金額まで言ってるわけじゃないから、そうですね、はい、はいはい、そうでございます、さて、ケンタ林 CM を挟んでじゃあもう一曲生演奏お送りします、うん、お願いします、さあここからまた再び、うん、ケンタ林に生演奏お送りしていこうかなと思いますけど、はい、まあ改めまして本人一人で全て、うんうん、日本の腕、そうです、若干足でエフェクターも使ってますけど、もちろんそうです、一人演奏でお送りしていきますけど、してます、50キロの機材でやってま す, やってます、はいはい、この曲は最高 B、最高 B っていう曲聞いてください。お願いします。いや。
We'll be right back.
ケンタ林。ありがとうございました。最高ビート。